ニコライン、1921ニコラス・タルコフは、ロシア出身で主に、フランスで活動した画家、モスクワの裕福な商家に生まれる。1894年に、モスクワ絵画、彫刻、建築学校を受験し失敗、絵の勉強は独学で続けることとなる。1897年に、印象派の紹介に努めていた、コンスタンチン・コロビンと出会い多大な影響を受ける。 ロシアでは芸術世界に参加し1899年に出品するがコロビンと出会ってから度々、パリを訪れ1900年からは本格的に移住して活動の本拠とした。以降、アンデ・パンダン展に毎回のように出品するとともにサロンド・オトンヌにもごく初期から参加しセルゲー・ディア・ギレフやギオーム・アポリネールとも交流を持った。1906年には アンブロワーズ・ボラールの画廊で、1909年にはドリュエ画廊で古典を開く一方で、芸術世界、金曜網、ロシア美術家連盟といった組織によるロシアでの展覧会でも作品が紹介されている。1911年にオルセーに家を購入して落ち着いたことから、美術界の主流から少しずつ離れるようになる。その後も展覧会への出品は細々と続けてはいたが、 1930年に咽頭癌で没する。1905年にパリのロシア人、コロニー出身の女性と結婚し、翌年生まれた長女をはじめとして3人の子供を授かった。初期の作品には印象派とともにセザンヌや新印象派の影響も認められる。しかし、1905年に出現したホービシムと強く同調し、 強烈な色彩と力強いタッチが画面を彩るようになる。初期には風景や生物が多かった主題も結婚し、オルセイに移ってからは家族を対象にしたものが増えるようになった。ありがとうございます。